パトリシア・オーウェンズはアメリカ合衆国の女優である。1925年、カナダのブリティッシュ・コロンビア州で生まれる。1933年にイギリスへ移住し、18歳の時にロンドンを舞台にしたミュージカルコメディ映画ミスロンドン・リミテッドで映画デビュー。その後も映画では早くで出演を続けるも、なかなか大役がない状態が続いていたが、舞台劇、 サブリナフェアへ出演していたオーウェンの演技を見た20世紀フォックスの重役がスクリーンテストを受けるよう進めたことがきっかけでハリウッドでの映画出演のチャンスを得た。1957年に日の当たる島でハリウッドデビュー。同年にマーロン・ブランド主演で日本が舞台のサヨナラではメインキャストに抜擢された。翌年にはビンセント・プライス主演のホラー映画 ハエ男の恐怖へ出演。同作品ではポスターで、オーウェンの悲鳴を上げる表情がデザインとして採用されるなど、オーウェンの代表作ともなっている。2000年、カリフォルニア州のランカスターで死去。75歳だった。ありがとうございます。